大阪市内の無印良品、密かに人気を集めている商品が。入荷したら1週間程度で完売してしまうような形で販売の方をさせていただいております。こちら一見普通のお菓子にも見えますが、実はコオロギを利用した新しいお菓子なんです。その名もコオロギせんべい。コオロギを粉状にしたパウダーが入ったいわゆる昆虫食です。癖もなく酒のつまみにいいと好評だといいます。あ、こんにちは。お願いします。昆虫食に魅せられ魅力を発信する人がいます。近畿大学の大学院生、清水和樹さんです。イナゴの佃煮をきっかけに関心を持ち、コオロギパウダーを使ってコーヒーや餃子を開発。 YouTube などを通じてユニークな料理を紹介しています。興味を持ってもらえるんですよね、やっぱり昆虫を食べてるっていう話をすると。でもやっぱり気持ち悪がられたりとかでするのはやっぱりまだありますね。素材の特性を生かしつつ、見た目の抵抗感を減らした料理を考案しています。今日はガパオライスを作ろうかなと思ってます。こちらですね、こちらのカイコのサナギを使おうと思ってます。まあ、ちょっとアーモンドっぽいような、まあ、味がするので、まあ、アクセントとして入ってもらおうかなと思ってますこの日はプロのシェフの力も借りてレシピを練り上げます。で混ぜる。まあ、抵抗はあったんですけど、やってみたら楽しいです。野菜によってまた味が違うと一緒で、虫によって全然味が変わってくるので、うん、それは面白いなと思います。結構癖があるんです、香りに。なのでガパオだったらナンプラーとか入ってますんで、まあ、それと合わせて食べやすいかなっていうので。さて、そのお味は。サクッとした食感はありますが、味や匂いは一切違和感がありません。昆虫って食べれるんだよっていうのを、まあ、まずはいろんな人に知っていただいて、で、まあ、どん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 抵抗をなくしていって、それこそもう食卓に並ぶ一つの食材として昆虫が挙げられるような世の中を作っていきたいですね。見た目はともかく、昆虫食は栄養価が高く環境にも優しいのが特徴。タンパク質は鶏のおよそ3倍で、飼育に必要な餌や水、排出する温室効果ガスといった環境負荷は家畜に比べてかなり抑えられます。そのため人口増加による世界的な食料不足を解決する救世主として期待され、未来の食とも言われています。2025年には世界の昆虫食市場はなんと1000億円規模まで拡大すると予測されています。さらに昆虫食はこんなところにも広がっています。今年の夏休み、ファミリーに人気の職業体験施設キッザニア甲子園で、子どもたちが作っていたのはコオロギパウダーを使ったおやつです。このパウダーに使われたコオロギは、実はパンを作る際に出た廃棄される小麦の残りカスを餌として活用し育てられています。捨てられるもので昆虫を育て、それを人が食べる、食材を循環させ食品ロスを減らす、いわゆるサーキュラーフードとしても昆虫食は評価されているのです。またコオロギパウダーはエビやカニと似た風味があり、出汁としても使用することができ、お菓子などに練り込むと香ばしい味を楽しめます。実際にクッキーを食べてみると、コオロギ育てやすいし、いざ食べてみるとチョコみたいで結構食べやすかった。昆虫を身近な食材にするべく、コオロギ自体の研究開発も進んでいます。徳島大学発のベンチャー企業、食用として使うコオロギは野生のコオロギとすぐに区別できるように目の白いものに限っています。さらに味を良くするため徹底した管理を行っています。コオロギって体を丸ごと
そのまま加工して食べるような形になりますので、収穫の前日にはしっかり餌と水を飼育箱から撤去してやってですね、丸1日絶食絶水することによって体の中をきれいにして空にして、お腹の中がすっきりした状態で収穫して、食味のところもすっきりした味わいになってくるという効果があると思っています。将来的にですね、この日本の社会の中で、当たり前の食材になっていくんだと。でさらにそこから環境負荷であるとか、その SDGs っていうところに対してこう意識を広げていってもらえればというふうに思ってます。進化を続ける昆虫食、私たちの日々の食卓に登場する日も近いかもしれません。